ウニヒトは1989年頃に開発され、主に放送用に使われたカセット式ハイビジョン VTR。先進的なティッシュ記録方式をいち早く導入して、ミューズ方式ハイビジョン放送の最大解像度を、冷圧縮のアナログ記録で完全にカバーし、テープ使用量が通常放送用のベータカム、VTR とほぼ同等という経済性もあり、 1989年から1997年までにハイビジョン制作された番組のほとんどで収録に使われた。多くの資料では1989年に NHK エンジニアリングサービスと国内家電メーカー10社が共同開発したとされているが1988年6月16日の日刊工業新聞には 同月15日に日立と松下の両社が、それぞれ NHK エンジニアリングサービスと共同で、業界初の2分の1インチカセット式ハイビジョン、VTR を開発したことを発表したという記事が、掲載されており、基本的な方式を開発したのは、日立製作所だと思われる。ウニヒ VTR は、回転ヘッドのシリンダー系が7 6ト、mm、ルで、あることや、 映像トラックの延長上に、リニア PCM 音声を記録すること、フレーム単位のトラックピッチとテープ速度の比がほぼ同じであることなどから、松下電機と NHK が1985年に開発した、ミ VTR をベースにして開発されたと考えられる。1996年発行の、ハイビジョンのすべてには、ウニヒ VTR について、開発当初は、 ビデオシアター等でのハイビジョン再生を目的にした非放送系利用のものだったが、その後に性能が向上して放送用として使われるようになったと記されている。また、1988年9月のソウルオリンピックの際に NHK が配布したパンフレットには、1988年中にビジネスユースのハイビジョンビデオカセットが実用化予定と記され、 日刊工業新聞にも業務用として来年発売予定で会議やビデオシアターでの普及が期待されると記された。開発の背景としてそれまでフィルムで上映されていた映画を画質を落とさずにビデオカセットでも上映できるようにすることが考えられる。1980年代後半にはブラウン管プロジェクターの工量の関係で既存の大きな映画館が ビデオ上映を導入する可能性は低かったがハイビジョン上映機材の価格次第でビデオ上映専門の小規模な映画館が世界各地に新設されるとの期待があった映像情報メディア学会が作成した電気のデジタル博物館の記事によればウニヒ VTR は NHK が1986年に作成した 要求仕様に基づいて NHK エンジニアリングサービスとメーカーが共同開発したものでありその要求仕様はハイビジョンが放送以外の分野にも応用されていく流れの中で業務用 VTR の要望が強くなったことを受けて作成されたものだったしかし掲載されている仕様書には明らかに放送分野での仕様を想定している項目もあることから 家庭用から業務用、放送用へと用途を広げた、有機格 VTR を念頭に置いた幅のある、要求仕様だったと考えられる。ウニヒの規格では、VHS カセットより一回り、大きい 205×121-25mm のカセットに63分記録するものが、唯一の仕様で、取材用の小型カセットや、スタジオ用の大型カセットは設定されなかった。 20MHz の軌道信号と 7MHz の色差信号を操作線単位で自分割り多重して1フィールド6トラックに振り分けて記録する複雑な処理はデジタル回路を駆使して行われるが記録波長は8ミリビデオや SVHS よりも長くメタルテープの広域特性で無理のない記録ができた一方24.8マイクロメートルというトラックピッチは 放送用に使われたアナログ VTR では非常に狭いものだったがダビング画質を低下させるクロストークノイズをゼロにすべく20マイクロメートルの有効トラック幅と4.8マイクロメートルのガードバンドが規定されていたロケ収録などに使われるポータブルユニハイにはすべての機種が白黒の簡易再生機能しかなかったためロケ地の宿泊先などにスタジオ機を持ち込んで 収録内容を確認する必要があった。またポータブルユニハイは水平において使うように設計されていたために垂直にした状態では動作保障がなく1995年の阪神大震災発生時は手押し車にポータブルユニハイを乗せて撮影が行われた。動画部と静止画部の間に解像度差があるミューズ方式では画面全体が一方向に動くために 視覚的解像度が低下しない動画に対しては、エンコーダーが検出した画面の動きベクトルに応じた動き補正を行うことで、静止画に近い解像度が得られるようになっている。カメラが位置を変えずに、方向だけ変えた時の画面の動きは、被写体の立体性を反映しない、平面図形が画角に応じて移動、変形いたものになるので、4フレームに1フレームずつ伝送される画像と、 フレームごとの動きベクトルの値から連想されない途中の3フレームを合成できる。それに対してカメラが移動した時の画面の動きはカメラからの距離によって動く速さがまちまちな上に正面から見えなかった側面が見えたりするので1画面に1本の動きベクトルを検出することができない。三脚をしっかり設置して撮影しなければ 高精細な映像が得られいことから、ロケ用 VTR も、機動性よりも、安定した、設置状態でのトラッキングの確実性を優先した、設計になったと考えられる。ウニヒの24.8マイクロメートルという、トラックピッチは、テープ上で水平同期信号の記録位置を揃える、ために、最適な、長さとして選ばれた。ウニヒの仕様では、 テープ状に斜めに並ぶ映像トラックの図形的なズレは1フレームあたり3操作線分になる。これは VHS の標準モードと同じで H 並べのしやすい値となる。映像信号を電気的に時間補正すればどんなトラックピッチでも H 並べは可能だが1フレーム分のトラックのズレが操作線長の整数倍になっていない場合は 時間補正のための信号処理が非常に複雑になる。24.8マイクロメートルでのズレが3ラインなら、33マイクロメートルでは4ライン、41マイクロメートルなら5ラインのズレになる。41マイクロメートルでは63分の記録時間が38分になるが、仮に D3VTR の小型カセットを使った場合、11、 マイクロメートル圧のテープで27分、10マイクロメートル圧なら30分記録できる。アメリカの ATV に 1080i59.94F が採用された後も 1035i60F のままだったウニヒは1998年の長野五輪を境にほとんど使用されなくなった。10年近くの間にウニヒで収録された多数の番組が デジタル放送で再放送される機会も非常に少なかった。ミューズ受信機が普及した後期の番組はフォーカスを加減したようなものもあるが、1994年のリレハンメルゴリンや1995年の阪神大震災の映像は解像度や精細感が長野ゴリン以降のものに劣っていない。ありがとうございます。